あれそれはめっちゃ面白いよ。簡単よ。それな、別に世のお母さんだけじゃないと思うけど、うん、要は私こんなに頑張ってるのにとか、こんなに頑張って家のことやってるのに旦那何もしてくれないとかさ、うん、逆のセリフもあるわけやん。旦那からさ、俺こんなに仕事頑張って帰ってきたのに、まだ家帰ってこんなことしてあんなことしてていいよとかさ、うん、とかそこは全部のその理屈が一緒で、私こんな正しいことしてるのに、あの人こんな間違ったことしてるの、うん、とかさ、ここでちゃんと私座って黙って聞いてるのに、なんであの人あんなギャー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 さばいてるの、もう困ったものねとかさ、うん、これこの構造って全部答えは一緒で、うん、みんなウルトラマンか仮面ライダーに変身してんだよ、うん、で私ウルトラマンよとか私仮面ライダーよって言って登場してるだけやと俺思ってて、うん、要は何かって言ったら、自分はこんな正しいことやってるのよって言うてんの、うん、私はウルトラマンとして仮面ライダーとして家の家事こんなにきちっとやってすっごい準備してやってるのに、何をあなたは仕事から帰ってきたら、えもう仕事終わり外でゴロンってするの、家のことあなたも手伝ったらどうよ、本来家族というのはさ二人で手を取り合って家のことをやっていくのが正しいじゃないっていう正しさぶつけてくんねん、仮面ライダーになって、お前はショッカーとしてダメだって言ってるわけよ。それをみんなしてるのよね。で結局自分が正しいっていうことをアピールしたら自分の価値上がるやん私こんな正しいこといいこと言ってるのに、あなた間違ってるよね、あなたの間違いをあの何ていうの、指摘すればするほど私の価値が上がる、私の正義がより一層正しくなる、私はより一層素晴らしいじゃないかっていうことを、悪いことをしてる人を見つけてアピールしてんの、うん、だからね、電車の中で私ちゃんと自分の子供静かにさせてるのに、何してんのあのお母さん、自分の子供もしつけできないの、ダメよね電車の中でマナーしつけができない親最近多いわよねっていうのを言いながら、私はそんなことないわよっていう私をアピールする。あ、要するに自分がウルトラマン仮面ライダーになんねん、そうすると必ず敵が現れんねん自分がウルトラマン仮面ライダーに変身するから、一人で変身してたら変態やん私ウルトラマン何してんの、あんたバカやな、街壊さないでよみたいなさ、だからあなたが、だから俺がとか私がウルトラマンになった瞬間に絶対敵必要やねん、怪獣必要やねん、怪獣なかったら自分アホやから必ず怪獣出現さすねん、言い方変えたらウルトラマンに変身するからあなたが怪獣を出現させたんだってことなんで、仮面ライダーの君がいるから敵が出てくるんだって、仮面ライダーさえいなかったら敵は出てこないのにみたいなっていうことやねん。あ、必ずあの仮面ライダーウルトラマンもそうやん、必ずウルトラマンのいるとこに怪獣出てくるし、うんうん、仮面ライダーがおるとこに敵出てくるやん、全然おらへんとこ出てきおらへんねん、確かに、うん、つまりあんたのせいやねんっていう話で、自分が正義を訴えるために怪獣作り上げるから、みんな大体正しさをアピールしてるときそうやから、じゃあさ、じゃあさ、うん、仮面ライダーとかに並んだらいいんだろ、並ばたらいいってことやん、うん、だから自分もこれが正義で私こんな正しいことしてるなんてアピールしなくてもいいね、うん、でそうしないと私って素晴らしいって認めてもらえないと思ってるから、わざわざ仮面ライダーに変身してるだけやん、あそっか、うん、そのままでいいじゃんって、そんなこと言わなくても本当素晴らしいからわざわざ誰か責めなくてもいいよ、自分が素晴らしいって言うために誰か落とさなあかんわけ、であのしてる私頑張ってるよねっていうものを作るから、あそんなアピールの仕方いらんねん、そんなんしなくてもあの人よりあなたが頑張ってるからとかそんな理由なくても、うん、もうあなた素晴らしいから、うん、そんなんしなくてもあなた素晴らしいからっていうことなの、あそれが答え、うん、あそっかそっか、うん、だからそのお母さんなんかもう素晴らしいよ、家のことそんだけやっていっぱいいっぱい子供のことしてさ、うん、